清掃工場で排出された二酸化炭素の再利用などを通し、環境に優しい街づくりを目指そうと、佐賀市と日用品大手の花王が連携協定を結びました。佐賀市と協定を結んだのは、日用品の大手メーカー花王です。両社は二酸化炭素や太陽光などを活用した産業振興のほか、健康に関する市民向けのイベントの開催など、さまざまな分野で連携していくとしています。今回の協定は、佐賀市が続けている脱炭素化への取り組みに花王が賛同し、実現したということです。廃棄物から発生される CO2 を回収、高純度化する循環型の社会の一つのモデルとして作っていきたいと思っています。また協定の締結に伴い、おととし7月から市内で稼働している花王の植物工場が初めて公開されました。こちらでは近くの清掃工場で排出された二酸化炭素が送られてきています。二酸化炭素はこちらのパイプ、そしてチューブを通って植物へと届けられます。敷地面積はおよそ450平方メートルで、化粧品などの原材料となる草花を栽培しています。近くの清掃工場で排出された二酸化炭素を再利用することで、植物の光合成を促進、栽培した植物から抽出したエキスは化粧品などの商品開発に生かしていくということです。